皆さんこんにちは銀幕にポップコーンというわけで今回はですねリュックベッソン監督の最新作、はい、バレリアン千の惑星の救世主を取り上げたいと思いますえ、うん、私が肘方ですはいダニエルですあのさいつものさ、はい、銀幕にポップコーンってやつってさもともとねよく三人でやってたんじゃないですか<そう> <laughs> で一人と一人でやるとなんか寂しいです、ね、ちょっと寂しいよねちょっと,今回ょっとっ私もポップコーンって言おうかな <laughs> なんか寂しい感じのイントロで始まってるんですけど皆さん一緒に言ってくれない?「<laughs> ポップキンポップコーンってう」ーンで <laughs> 練習する、えー、んですか <laughs> してもいいけどまた来週から考えましょう <laughs> <laughs> えっと,、えー、っとメインテーマに入る前にあのコメントをね2週間分ちょっと頂い,いてるので取り上げたいと思いますいつもコメントありがとうございますありがとうございますまず、えー、っと2回前に取り上げた「二メンバーミー」のコメントきなこりんごさんから。 ありがとうございます,いますえ。ララランドもイットもシェイプオブウォーターもスリーボールドも上映してくれないと田舎ですが、リメンバーミーは上映してくれたので早速鑑賞しました。うん、超面白かったです。先が見えないシ,ロシナリオかと聞かれるとそんなこともないような気がするけど、でもそもそもそういうタイプの楽しみ方をする映画でもないし、死者の国やそこにいるご先祖たち、そして名曲リメンバーミーみんなみんな素敵でした。ピクサー映画としてはウォーリー以来のお気に入りとなりました。ということですね。コメントありがとうございます。 あと,、えー、と佐藤さんから「ヘクターの藤木直人が素晴らしかった」吹き替え版の方ですねはいはいキャラクターに一応命を吹き込むとはまさにこのことだなと感心してしまいました、えー、結構吹き替え版褒めてる方結構いて逃げる。そうですね私も二人とも字幕版で見て吹き替え版チェックしてないんですけどあとミゲル役のこの歌が素晴らしかったあそうですか。聞っててちこの,あの映画では見てないんですけどイベントで彼が 歌ってるのは聞いたんですよ。すごかったですあ、そうですか。すっごい上手いんですよ <laughs> で。なんかもう50人とか100人ぐらいの前で、<ー>あのギター、藤木直人さんがギター飛び出して、はいはい、今から歌いますみたいな感じで、そんななんか盛り上がってる雰囲気でもなかったから、結構すごい緊張するだろうなっていう、まあ, <laughs> あ、ねまあ、まあね結構プレス向けのイベントだったので、そ,<う>そこでね、歌い出したんですけど、ちょっとお名前が石橋ひいろくん。 っていう方なんですけど、すごいうまかったんです。良かったですね。なので吹き替え版多分すごい良かったんだろうなって。たまにさゲームあのゲームのまあ記者会とかでそのゲームのテーマ曲とか歌った人が歌うんだけど、ね基本的にはあんまりそんなにそうですか。ていうか何かなタレントとかの場合が多いし、あの演奏してないしねこうバッキングトラックで BGM で歌ってる場合が多くて、まあそういう会場ですごく。 歌いいににくと思うよ本人対してもそしてしかも監督の前だったんですよリーアン・クリッチ監督とあとエイデオリアン・ムリアン2人の監督が来てて監督たちに歌をプレゼントしますっていうところがあっやすごい曲がったてあともう一つ「トゥームレーダーファーストミッション」のコメント田岡圭志さんから。 えー、ありがとうございます。予告編を見てもあまりピンとこなくて、実際見ても一番最後のシーンがなければ評価はとても低かったと思います。一番最後のシーンあれですかねピッケルかなピッケルって、あれかな、はい、って思うんですけど。序盤のシーンは確実に削,削れるところがあっただろうし、アクションももっとやってほしかったです。なんというかメリハリがない感じがしました。次回作が出るとしたらもっと遺跡探索やアクションを増やしてハ、はラハラさせるような展開に期待したいです。そうだ、ね。ということで。 はい、あとゲームプレイしたことあるという方からもコメントいただきました馬田圭さんからありがとうございますプレイ済みの人間からすると映画に高評価の人とはかなり温度差を感じますやっぱ父ちゃんいらなかったようなそうですね <laughs> ゲーム楽しそうだなお父さんね <laughs> ちょっと邪魔だったんだよなそうですねマジでうん 微妙でしたねお父さんとのやり取りは、うん、ゲームとの比較なしにしても一本の映画としても足りなかったですということではいそうですねまあ大体そんなところだなあんまり評判のそんなもんみたいですね他のうん、えー、メディアとかの評判見てもそうですねまあ大体そんなもんか、ね、はい残念でしたねはいというわけでそろそろメインテーマに入りたいと思いますいいですね こちらもですね海外の評判はそこまでよくない <laughs> 映画ではあるんですが、<laughs> はい、えとじゃあ,あの、概要いきます。と思いきやなところもあるのでね、この作品、<laughs> フィフス・エレメント・レオンなどで知られるリュック・ベッソン監督が、スター・ウォーズにも影響を与えたとされるフランスの人気コミック、バレレリリアンとローレリーヌを映画化しましまた、えー、人類と宇宙人が共存するようになった28世紀の宇宙を舞台に、銀河の平和を守るエージェント、ヴァレリアンとローレリーヌの活躍を描いています。 え売れ聞きのエージェント、主人公のバレリアンを、アメイジング・スパイダーマン2のデイン・デ・ハン、そのアイボール・レリーヌを世界的モデルとして知られるカーダ・デルビーヌが演じています。ということで、はい、まずあの、まあ、ネタバレーのしい,い,いよいよ日本に来ましたよね、はい。そうですね、時間かかりましたね、これ、ね、2017年の夏の映画だったんですね。はい、8月ぐらいだとい。夏のブロックバスターの一個としてで <laughs> きたので,そうそうです、ね。 しかも去年の東京コミコンでもすごい立派なブースも出しててさあのバ、ー、レイリアのなんかシップみたいなの置いてあってパール人,パール人 パール人の、この映画に出てくる宇宙人の種族の一つ、パール人のコスチュー、コスプレのね、すごいリアルで、本物、アンドロイドだと思ったっていう話がありましたね。そうれは人間じゃねえと思って。そう、私が話しそれますけど、そのモデルの人がいて、なんかまるで本物みたいですねってダニルさんに言ったら、え人間なんだけどっていう話しそれました。すいません。 ということで、まあ、ついに公開されるっていうことなんですが、はい、まずネタバレなしで話していきたいと思うんですが、これ、さっきも言いましたけど、もともとはあのフランスですごく人気のコミック、バレリアンとローレリーヌというもの。うん、すごく人気ですね。あの、70年代か、あ、60年代の、50年とか、これ、ね、<あ>からやってる、まあ、えっ、ー、と、結構長く続いてるシリーズなんですけど、はい、まあ結構ね、まあ、私の周りフランス人の友達結構いて、 してるんですかって聞いたらもちろんっていう反応を毎回ね言われて映画見たんですかもちろんと言われてだからえとうんまあ間違いなくあのコミック自体はすごく愛されてるものなんですねフランスだったり他に世界中はあんまり知られてないとう、うん、あそうですかやっぱりあのこの映画が出る前はそんなにスター・ウォーズに影響を与えたとかいう話もそんなに。 かですうん、だからその「スター・ウォーズ」への影響はフクワファンが気づいてるしクリエ、うん、コミックのクリエイターも気づいててジョージ・ルーカスに手紙も書いたらしいんですけど <laughs> <う>でジョージ・ルーカスからジョージ・ルーカスね結構平気で「スター・ウォーズ」の影響に関して例えばあの黒ワネ、ね、だったり、うんね、結構言うんだけど「バレ l e r i に関して何度も言ったことはないんですけど、まあ本当かどうかわからないけど、まあ似てるような素がす、はいはい、と ちょっとだけ読んでますあ,ありまして日本語もあるののかかな確映画えっ、ー、と一つのボリュームだけ、えー、と読んでみたんですけど、まあ、今回と別のストーリーなんですけど今回の映画はえっ、ー、と英語タイトルで言うと「Ambassador of the Shadows」っていうえっ、ー、と、えー、漫画から まあほ、ほとんどストーリーが大体一緒っていう感じなんですけど、全く一緒ではないですけど、他のエディションからもいろいろもぎ取ってるみたいんですけど、うん、まあ、えっ、ー、と、私が読んだのはそれじゃなくて、別のものなんですけど、うんはい、えっと、すごくなんか、いい,い,い,い漫画ですね。エ <laughs> クサイティングっていうか、彼ら、あの、まあ、主人公のヴァレリアンとロレリンの二人がタイムトラベル 警察みたいな役割地てて、ね、空パトロールみたいなそうです結構面白いですね、えー、いろんなこう宇宙人のまあさまざまな宇宙人のレースが出たりするしあめ、はい、込みとかあめ込みじゃないですけどこれは、うん、なんか全部全部カラーなので豪華ですよねあ,<ー>あ<の>そうですかね 確かに。まあでも日本の漫画って今でもモノクロが多いと思うんだけど、メディカイギリス、ヨーロッパだったら結構フルカラが、コミックって言ったらフルカラ。すごいですよね。うんうんうん。あとこれは関係ないんですけど、グラフィックノーベルって英語だと全部大文字じゃないですか。そうですね。あれ読みにくくないですか。ああ、まあそう言われてみると、はい。でも慣れちゃう。慣れてるから大丈夫かな。ええ、そうなの。確かに。 話じゃあ,、はい、あのそろそろ感想のという原作を見てからの観測、うん、感想は、うん、ネタバレなしでででした後で細かい話をするんですけど、えー、とまず、えーとまあ、結構海外での評判はあんまりよくないと見る前にしてて、うんうね、あんまりそんなに期待なんかこうビジュアルとかすごい興味あってルーク・ベスも好きなんで まあ興味があるんだけどまあちょっとあんまりこう期待しすぎしちゃうとあれなんでと思ってあんまりこうそこまで期待しなかったけど実は結構好きだったんですね、うん、でこの映画っていくつかの結構大きな問題がある完璧な映画とまず言えないいろんな問題があるんだけどバランスで言うと結構好きだったで特に多分この映画は割とゲーマーが好きそうなものだと思う、うん、なぜかというと えーまあ、CG すごく使っているんですけど、はいはい、しかも超スールなあの映像美とかそれでもいっぱいあるんですけど普通の一般の方だったらこれはちょっとやりすぎじゃないと思っちゃうかもしれないけどゲーマーだったら割と <laughs> あの慣れてるっていうかあ<ー>特にそのまあパ,ール、えー、パール人の,その民族パール人ちょっとなんかアバターっぽいんですよねアバターっぽいですね背が高くてでそうですでアンドロジネスって何ていうんですかね こう男性、女性関係なく。ああ、うん、それでもう分かったと思います。単語は出てこないです。<laughs> で <laughs> ちょうどいい単語。私の民族のはあのモーションカプチャーで撮ってて、はい、実際そのえ男性キャラクターでも全員女性の、えー、CG アーティストで撮ったらしいですね。モーーションカプチャー声も女性っぽいですよね、す男性も全。全員女性だったらしいですね。うん、であの、まあ、そういうところとか、あと、まあ、一つのとあるシーンが。 VR だったり AR だったりホロレンズだったり、うん、そのようなアクションシーン割と冒頭の方にあるんですね、まあ、マーケットシーンっていうのはあまりこう言い過ぎたんですけどあの多分ゲームだったらわまずちゃんと理解できるそのアクション何が起こっているのはちゃんと理解できるしすごく面白く描かれていると思いますねだからその辺はまずゲーマーが理解しやすい。そして まあ、遠い未来の話っていうかその0 3 0 0年後の話なんですけどあ、2018, 2018あそう。なのでまあ、基本的にはそういった映画って、まあ、特にあの、その、千惑星のまあ、お待ちというかあの、スペースステーションがあるんですけど、うん、まあ、基本的にはそういった映画って、まあ、みんな泣くよくないとか。あの、 なんとなく仲良く,くできてるんですけどあんまりこうまあいろんな政治があるよねとかあるんじゃないですか。うんうん、種族と種族間の争いとかいったりでフランスそれはまあ結構ディストピア場合が多いんですけど、うん、ファレイルは超ユートーピアじゃないですかみんな仲良く,く一緒になんとなくそうですねそういったものはまあちょっと珍しくてちょっとすごくなんか希望のある SF って最近あんまりない中でそうですねそう言われてみればポップですよね、はい、ここの世界,世界観が <laughs> とても。 そういういところあのその世界観だったり、えっと、すごく好きだったやっぱりルーク・ベソンで言うならあのまずビジュアルがす敵とか問題点でいうと中心となる主人公のヴァレリオンとロレリンの役誰誰と誰でしたっけデイン・デ・ハーンとカーラ・デルビーニューですね。 デンデアンはあ,のあれに出たんだよね、あのエンダーズゲーム。はい。あれもね、そのーマだってっていうか、その、彼はまず、ボイドだよね。あんまりこう、ボイド無無ってことですか<無> <laughs> <laughs> あでも分からないではないところがこう。 ビランテールだったら超ぴったし、マトリックスだったら何かも,もの足りないとか、発音は全く一緒。何か、無表情あんまり声に表情が確かにない,ないですね。だからあとレあのその、えー、ロラニンも、えー、とカーラちゃんもも、まあえー、ともとモデルで、多分今回初めてか。初めてではないですよ。はい結構映画祭出て、何年か前から。 出て主演とかもしてるのであれも何個か目って感じですね 2>,、うんまあ、2人ともなんかすごくそのあんまりこうオーラがなんか足りないっていうのは一つだったんですけどさらにその2人のケメティうスそのーっ、うん、ていうか相性みたいな相性あ,のあんまりそんなになくてで漫画だったらその2人はま,あまずあの恋人同士でまあ行動してて。 あのでも若干色は違ってよくちょこちょこ喧嘩するとかで今回も、まあ、恋人ではないけどそういう方向性に向かってるようなマ、ね、レリアンがロレリーヌにとにかく恋をしているという、はい、だけど彼はまあちょっとプレイボーイだしあの彼女はまあちょっとこいつあんまり、えー、信用できないけどでもなんとなく好きで何とかなく興味あるみたいなうん、うん、その辺は別にいいんだけどあんまりこう信用できるような映画 あんまりそうですね。信憑,信憑性なかったですね、確かに、はいで。そこで、まあね、であと周りのキャラクター、いろいろいるんだけど、誰にもそこまで、うん、役に立たないというか、うんはい、なので、その辺ね、ストーリーはなんとなく面白い、ビジュアル、すっごく面白い、その世界観、いろんなこうあの宇宙人の。 民族がいったりして。そういうところ相当良くて。うん、中心となるところは足りない。そうですね。自分、はい、同じですね。前半すごい。良かったと思って。うんうん、私もあの海外の評判が良くなかったっていうの。聞いてたので、オープニングとか。オープニングとかはね、もう。まあ、すごい。あの人類が。いかにして。宇宙人と交流するようになったか、みたいなの短いシーンで伝えるんですけど。 その辺とかもすごく良くてうん、うん、エイリアのデザインが短いシーンにか次から次へと出てくるんですよそれぞれ全然違ってはい、はい、想像力豊かなのが出てきてだから「線惑星」というのはその一つの、えー、と宇宙ステーションで線惑星から来た民族が一緒に集まっているっていうそれができるまでのところですね。僕かも良かったしあ全然そんな悪い評判聞いてたけどそんなことないじゃないと思ってたんですけど、うん だん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 、あの、やっぱりね、あの、主役二人。私、カルテビ,ビービのローレルに結構好きだったんですけど、とにかくやっぱりね、おっしゃる通り、相性が良くないので、あんまり恋してる感じ特に、その、まあ、ヴァレリアンがこの映画でいろんな迷惑かけるんじゃないですか。まず、あ、彼女に対して。まあ、ですね。 ちょっとだけこう,あんまりこうセクハラっぽい、ね、セクハラっぽい、まマジで,、はい、であとは、まあ、彼がいつもふざけてるから最初のミッションがうまくいけないのは彼のせいだったし、うん、あのちょくちょくそういうのあって寝てばれなんだけどあの好感が持てない、うんはい、そうですね、うん、だから彼が、まあ、彼はなんか軽薄このバレリアンっていうキャラクターのそもそもの多分設定はなんかすごく自己中なんだけどそれでもなんかみんなに好かれちゃう。 はい、やつみたいな、女性に好かれる、憎めないやつみたいな感じなんですけど、ちょっとそこまでの、なんか許せちゃうみたいなチャーミングサバがちょっと足りてなくて、はい、なので彼がなんか言う、はい、ゆったり、なんか絡んだりするのに、ムカってするんですよね、今 <laughs>、はい。<laughs> あとなんかローレニール、なんかちょっと彼に恋してみたけど、いやいやいや、するべきじゃないよね、思っちゃうので、やっぱりそうですね、中心と、あとあの、結構いろんなセットピースが、 出てきてきその寄り道があのメインプロットがあって寄り道が何個か出てくるんですけどその寄り道の部分はすごいいいんですけど、うん、寄り道にかなり時間かけてるのでだんだんなんかメインプロット何だったっけみたいなところに忘れ,、ね、忘れちゃうんですよね。あのであとまあ結構寄り道が多いのでメインプロットがあんまり緊急性がなくなるっていうか、はい、なんかどうでもよい,よいものような、はい、急がなくてよかったんだっけみたいな感じになっちゃうのでその辺のちょっとテンポは悪く

どっちかというと、作りきないというかその、まだ技術的には難しいとか、いろいろ不安があったみたいで、まあ、そうですね。スエレメントは自分のストーリーから作ったものなんですけど、その映画のデザインが、えー、もともとヴェレリアンの漫画のアーティスト。アーティストの何トのジャン・クロード・メジエルさん。にお願いして作ってもらっ,っ作ってもらったんで、ビジュアルはまあ、似てるところは結構ありますその超。 ボールの色色強いとか、うんうん、すごいカラフルですでえっ、ー、と、まあ、フィース・エルメント私も当時見て最近見てなかったので昨日実は改めて見たんですけどやっぱりフィース・エルメントどこが一番違うっていうのはその中心となるお二人ブルース・ウィリスとミライオ・ジョージョ・ビッシュって、うんうん、二人とも超強いじゃないですかはい <laughs> そうですねしかもその彼らのその相性をすごく信じやすいというかありえそうな話ばっかりだし そこが一番なんか大きく違うポイントだと思うんだけどその,、まあ、その想像感そのワールドビルディングというかあの本当にありえそうな宇宙ス,ペース,ステーション宇宙ステーションとかあってさそういうところは今回もすごい素晴らしいだと思ったんで、うん、評価するのは、うん、そ相当その辺は難しいっていうかそうですねだからその寄り道とかも含めて、うん あのちょこちょこ出てくるあのかあの宇宙の民族だったり場所だったり、はい、あのこれだけ中心の続編が欲しいとか思うところいっぱいありましてそうですねなんか今のこのシーンとかなんか他の映画とかに影響とか与えそうみたいな,なんか今まで見たことないようなものとかはちょこちょこ途中で寄り道のところで出てくるんですよね。うん、なんかトレーラーとかにもありましたけどあの彼が、はい あの宇宙ステーションの壁を突き破っていろんな線の惑星でいろんな世界を撮るところとかあれ本当にすすごいですよね、うん、そうですねまあ本当にこのような映画見たことないんですよあのだから結構、まあ、そのゲーマー化が気になるというところも例えば、えー、と最初の、まあ、オープニングシーン、うん、あのミュールというあの惑星で始まるんですけど、はい、そのパール人間の,、うん、あのなんていうこう。 えーまあ、シーサイドみたいな, <laughs> すごくいなたビーチみたいなねそこは、まあ、マリオ・オデッセイの,海の,シーンのビジュアルのすべて CG はい、はい、本当にやりすぎほどの CG なんですけどそうですね本当にゲームっぽくあとは、えー、そこからその、まあ、マーケットシーンも割と,、まあえー、と砂漠で行うシーンがあるんですけどそれも スーパーマリオ・オデッセイの砂漠レベルはあるんですねだから <laughs> マリオ・オデッセイと意外と似てる本当に似てる <laughs> <laughs> マリオ・オデッセって宇宙は出てくるんでしたっけまあ宇宙は出てくるんですけど <laughs> あのそこはちょっと違うけど <laughs> まあでもその何ていうんですか、ね、ゲームライクの映画というかそのストーリーはそうじゃないんですけどそのビジュアル面見てて楽しいっていうことですよね、うん、そうですまあゲームは見るべきうんうん、はい、あとこの映画ね リアーナとか出てるんですよね。リアーナ出てますね。リアーナがえっ、ー、と、エイリアンのストリッパー役という。バブル。<laughs> バブルというキャラクターで出てます。はい。こう、いっぱい思ったより出ましたね。私ちょそうなんですけど、けそう、そうなんですけど、意外とね、彼女が出るシーン。これも、どこまで言えるのかな。はい、まあ、えっ、ー、と、今回だって、この映画の予算、まず、あの、インディー映画作品。一番マックス。ええ、十八万、うん、百、えー、百八十万ドル。はい。 だから、えー、とすごくお金かけて作ってるんですけど彼女の出てくるシーンそしてルートガー・ハワーが出てくるシーンとかはい、はいね、割と他に誰にもいないというかあんまりこうメインセットとかと違うところで、まあ、作ったっぽいですよねだから、うん、あんまりこう彼女と一緒に撮る時間そんなになかったように見えるっていうか<ー>あのだから彼女が出てくるシーンは基本的に他のキャラクター2人ぐらいしかいないし そして舞台セットもすごく、まあ、狭いところで撮ってるんじゃないですかそうですねだから思ったより出てんって言いながらその彼女のキャラクターバブルは結構長く出るんですけど CG キャラクターとして長く出る、うんまあね、でリアナのあのまあボイスで出るけど実際リアナの顔が見えるのは割とまあ2箇所 ね、まあまあそうですね、まあでもなんも見せ場みたいなところがあるんですよ次々と姿が変わるはい、はい、<laughs> あれとか結構長く、うん、まあその辺はねやっ,ぱりやっぱりルーク・ベソンってあの、まあ、フィス・エレメントそうなんですけど、ね、フィス・エレメントだったらト,トリッキーというイギリスの、えー、トリポップ、まあ、アーティストだったりあのそういった人たち直ち後こ,こ,こう,う、ね、カミオじゃないけど出るんですよね今回のジャズピアニストかなんか。 まあ、結構出てくるそうそうそう、あ,のあ,あいつもあのなんて言うんでしたっけ、フランスの、えー、とそう監督の方が今回、パイレッツとして出るんですね。だから、えーまあ、イーサン・ホークもそうなんですけど、まあ、リアンナってアーティストじゃないですか、で結構今回その、そね、結構アーティスティックな役として出るし、バブルのキャラクターもストリッパーだけど、まあ、姿を変えられる設定なんで。 ただのストリッパーだけじゃなくて人間のなんていう、まあ、満足を上げるためにちゃんと自分のキャラクターを考えなきゃいけない人とかいろんなキャラクターになるとか相手の想定しているものになるとか、はい、るだからその辺しかも彼女のまあダイアログとかもすごくああのポエティックなお話結構あってその辺すごくいいよねと思った。 ただ同時に、はい、なんかリクエストのなんかその辺結構後半の方だったんですけど私その時にあのメインの話よりこ,こっちやりたいんだろうなっていう<あ>だから、はい、そ,そういったシーンは、はい、ストーリーとしてそこまでいらないかもしれないけど入れてよかったっていうか。うん、あの 例えば、えーと「スター・ウォーズ」最後の時代だったらそのカシノのシーンなければこの映画はもうちょっとスムーズになったし、うん、あのいろいろテンポが良くなったかもしれないという、うん、まあ反応結構あったんじゃないですか、はい、まあ僕もそうだったんですけど、はい、今回は、まあ、ストーリーでいうとテンポでいうとまあそうかもしれないですけどでも絶対に外しちゃだめっていうかあのそのどっちかというとストーリーよりは世界観が大事。 な作品のように最終的にはそうなりそういう結論ですよね。はい、メインよりあの世界観とかの方がよかったよねっていう。はい、じゃあ、うん、そろそろネタバレありのところに行きましょうか。OK? 行きましょう。うん、というわけでここからあのネタバレ編入りますので見てない方はご注意くださいはい。 一番言いたいセリフとか、言いたいところとか。一番言いたいところ。一番。結構ね。悪かったとか。結構あるけどね。まあ、どこが良かったから、行こうか。はい。あの。まず、じゃあ、ええー。と、まあ、そのセットピースで言うと。うん。 いくつかありまして全、はい、てまあ結構面白かったっていうのはまずその、まあ、マーケットシーンから巨大マーケットいいですよね、はい、そこよくて、まあ、どういった話かというとあのなんていうこの、えー、ユニバースなんでしたっけ、えー、世界世界中、まあ、で一番でかいあのマーケットのある惑星がある銀河、うん、の中で一番大きい惑星そうあじゃないマーケットがあるあの100万 100万店舗のお店がある、ね、あ,あそんな設定でしたっけ、はい、あ,あ細かいとこ聞いてなかった。でただし、えっとその、実際その惑星が砂漠なんですけど、マーケットが存在するのはパレ,レルの二次元だからそ<う>、グラスをはめないといけない,い。ホロレンズをつけてさ、はいはいはい、あれホロレンズですね。<laughs> み,たみたいなものをつけて、まず見える、そしてインタラクトできる、いろんなこう技術があって、ちゃんと買い物できる。はい、で実際買ったものを、はいまあ あるマシンに入れて我々の世界に出てくるその辺その中でヴァレリアンたちが見つかなきゃいけない捕らえているコンバーターでしたっけコンバーターという可愛い生き物なんですけどちょっとハリネズミっぽいハリのないハリネズミっぽいあえっを救えなきゃいけないですね。 でえーとまあ、アクションが行うなんですけど、まあ、その辺すごく面白くできていましてそのチェイスインってだってこの本当の世界その砂漠の部分もその2世界の部分もそしてその、まあ、両方の見えるような見せ方もその3つを混ぜながらアクションを見せるのはでしかも混乱しやすい話なんですけど。 なかなか混乱しなくて、すごく分かりやすく、まあ、ILM が作ったみたいんですけど、あの、しかもすべてブルースクリーンで撮ったんですよ。ほぼすべてブルースクリーンで撮ってて、うん、後からこう、わーっと CG で入れたんですけど、あのそれは失敗しやすいお話だと思うんだけど、すごくうまくできている。 なんかあのロレリーレディーンの役のカーラ・デルビーンもあの撮影のうちほぼ全部全部グリ,ップグリーンというかブルース・クリーンの前で演技してたっていう、はい、でもそれその割には確かに違和感がない映画ですよねなんか、うん、あここおかしいなみたいな方があんまりなかったのではい、はい、すごいですよねあと巨大マーケットのシーンで言えばあの最初の案内のすごいわざわざらしい、はいタジ「タジッタジッけ <laughs> はい、はい、みたいなのがああのいかにもテーマパークにいそうな感じであれはあれで面白かったです。<laughs> 確かにあとは、まあ、セットピースでいうとあれですか、あの壁を抜けていくアルファステーションの壁を抜けていくところとかいろんなこう、ね、世界、ここここ果実園みたいなところ通ったり海のところ通ったりそれは本当に見どころありましたね。監督本当はあそこでなんか11の 世界を通りたたかったらしいんですよああ、はい、通らせたかったけどでもさすがにお金がないからなるほどあれになったって言ってましたけどあ何個なたでも結構ねだから思い出すだけでまあ3つ, 4, 3つ4つうんぐらいですかね、まあ、でもどれもすごくリッチ,リッチな、うん、あのビジュアルもあるしその辺にいるねその宇宙人が普通に生活してるとかその辺はもっとなんか知りたいとか思っちゃうよねそうですよね。 あとこれなんか 3D で見るのにすごい良さそうですよね。ああ、私 3D 苦手なんですけど。私も苦手なんですよね。結構、まあ。け,けど合、合ってそう。合ってそう。ってそう。あの、果実園のとことか、通っていくとことか、3D っぽいなって普通に見てても思った。<laughs> はい。まあそうですね。あと、他のセットピースっていうか、えー、っと。回転に行くところありますよね、ローレディーヌが。はいはい。 海底であれもあれで豪華ですそのジェ,リージェリーのやつそのなんていう、まあ、クラゲみたいなものがあるんですね、はいうん、でまあ帽子みたくかぶっていろいろ教えてくれるっていうやつなんですけど実際それもあの漫画にあるんですけどね「あんあのなんで?」とか「これは絶対意味が分かんない」とか「なんでこういう。 なんてい,ういろいろ絶対こう見れないものが地に見えるようになるとかあの辺は、まあ、もちろんちゃんと考えれば何のセンスがないんですけど、うん、あの映画は説明しようともしないから大丈夫、うん、<laughs> っていうかそういうもん,なんだなそういうもんだなそういうもんだなそんなもんだな <laughs> <laughs> そうでうもんそういう,そう細かい説明ないから、うん、確かにいいかもしれないミッションの説明とか結構説明してますけどねああそうだな あとなんか、バレリアン、あの最初にロレーラリンにとバレリアンがいるときに、アルファステーションの説明を受けるじゃないですか。あなか結,構結構多すぎて、ね。そうね。それが多くて、はい、とかバレリアンたち知らないのか。っていうところですよ <laughs> だってすごい有名な、うん、宇宙ステーションなんでしょって思わなくはない。あの二人って話しするかしましょうか。あの、バ、まあ、レリアンとローラリン。なんかこう、彼らってその、 まあ警察じゃないけどそのチームの中でこう政府のために働いてるで結構まあエージェントとして偉い方っていうか信用されてる方なんですけどいつもふざけててなんであんなにこうしかもあの若いじゃんあの漫画だったらもうちょっとこう都市に見えるような形なんですよ3後半みたいな感じなんですねまあ彼女はそうじゃないけどあのヴェレリアンは特にそうですねあのだから 割と十代ぐらいに見えますよねそ。そうそうそう。そうだ <laughs> ね。だからそんなに経験あの持てんのかとか、うん、あんまりこう思ないっていうのは一つ、うん、思いますね。あんまりこうメインキャラとしていろいろまあコンクリートにならないとかあんまり信用できないところはあった。うん、最初それが気になり始めた。特に後半気になりましたね。あの最初はなんかそういうチャラい感じの。 チ、はい、ャラい感じでもできるっていう設定なのかなって思ったんですよ。うん、で、あのなんか最初の巨大マーケットのところとか、あの一緒にいた人がみんなやられちゃうじゃないですか。はいはい、で、やられた後に割と全然平気な顔してるんですけど、すごい平気な顔しててなんか全然なんかふざけ合ったりしてて、ああ、そういうそういうタイプの人,人たちなのかなって思いきや、はいはい、あの最後の方にあのバブルが死んじゃった時とかに結構なんか うるうるみたいな感じになるじゃないですか。今度は泣くんだって思ったのなので、なんか、なんかちょっとその辺のね、<laughs> がしっかりしてない。バレリアン本人はね、そのバブルとの出会いに関してちょっとせい少しだけ成長できちゃったっていうところもあるかもしれないですけどね。ロルディは初対面。二、うん、人で一つになったし。<laughs> まあまあね、そうですね。うん、まあでもね、バブルに関して言えば、最後に、 あの死ぬ時に私の惑星はどうせ生きてるより死んでる方がマシンみたいなものだからみたいなこと言って死んあれは何だとそんな理由って取 <laughs> ったのでその辺はちょっと気になりましたねそのドラマのところは、うんはいまあ。あと最終的にやっぱりこうヴァレリアの,そのセクハラっぽいアドバンス何でも何でも、うん、あのまあされちゃって。はい えー、最終的には恋人になるっていうのは非常にい本当にいいと思っちゃう。そうですね。なんか特にそんな彼の働きを見てここで恋するところではないような気はしましたね。確かに。うん、ちょっとがっかりというか彼女はもうちょい強い人かなと思ったのに。<laughs> そうですね。<laughs> 私の個人的に一番ない、ないわって思ったところは。 あのクロレリアンが助けに行くじゃないですか。はい、助けに行った彼女に対して、なんかありがとうとかないのって言ったら、<laughs> 言ったらさ、言ったら、バレリアンが、え、僕だって同じことをしたさ、みたいな。そうそうそう,そ,う,そ,う,そ,うそんな、それってないよね、とは思う。はい、<laughs> そこが私の中で一番好感度下がったところです <laughs>。そうですね。確かに。まあね。あのー、あとは、えっ、ー、と、バブルと、 イースン・ホークのキャラクターなんて言うんでしたっけ？えっと、ピンプの人。そうですね。確か名前とか、あそのまんまですね。客引き・ジョリー。客引き・ジョリー。客引きがピンプ、ね。あの、まあ、あのシーンは面白かったけど、それもすごくなんかこう、なんて言う、えー単品って、単品というか、本当にこう、今だけこういう話します。はい、他の ところには関係ないってそうそうそうなんですよね。なんかテレ,ビテレビシリーズの1エピソードみたいな感じで,です、ね、なんかメインプロットはここで休憩みたいなところで入るのでそれを映画の中で何回もやられるからあのメインプロットはどうなってるんだっけとは思いますよね。はいはい、そうですねでそこからあの、まあ、バーブルと。 バ、はい、レリアンが、えーとはい、ローレリの、まあ、スクイーの机に行くんですけどあそこの、はい、あいつらブーランバ,ゾバソールブランという民族だと思うんですけどブーランのところに行って彼らすごいグローティスクなでかいやつらで,、はい、でその中でその女性のなんかこうナースみたいないるいるんじゃないですかってい <laughs> いろんなドレスをおすすめしてあれ超面白かったした <laughs> いやどうロレリールね言葉通じないからいろんなドレスそうその時に「見こう見こみたいな感じ <laughs> あの動きがすごい面白かったですねはいはいそしてあのクリーチャーどうやってるのか知らないですけどあのなんかすごい純粋な笑顔できるもんだなと思って確かにあれを笑いました、ね、あとあのオチとかねあの綺麗な格好をさせてたかと思いきやあの帽子が、はい あの<え>エンペラーは結局、脳みそ食べたいのかな食べたいから、結局は脳みそ頭を飾るための帽子だったっそでそう。で、レモンを持たされて。ひどいよね。あれすごいですよ。ひどいよね。まあでもその辺の発想は好き。<laughs> うんうんうん、発想は全部いい、うん。あとその3匹の。あと3人のハト,ハト人間と呼ばれちゃう。そうです。ちょっとコミックリリーフ的なね。はい。銅眼ダ,ダギーズ。 彼らもねあのコミックに出てくる、あの彼らはあの、えーとまあ、今回、一番似ているシャド、えー、アンバサダーズ・シャドーズのコミックに初めて出るんですけど、そこから頻繁にこのシリーズに出る、あのリピーターなんですけど、うん、まあいろんな情報を持っている、売りますという感じなんですけど、彼ら、すごくもあのコミックリフというと、まあ、何度も笑っちゃったんです、ね、かわいいですよね、はいはい、<laughs> 必ずお金よこせっていう。はははいはい、はい そうですね,ですねだからその宇宙人のいろんな民族、うん、すごくなんかちゃんとできてましてそうですねパー,ルパール人間もやっぱその CG でできちゃったっていうところなんですけどまあっ肌の色がこうなんていうキラキラするとかそう真珠みたいに、ね、まさしく真珠みたいにちょっと光沢みたいなのが出たりしてめっちゃ感動したあれで。 そう私あの最初に彼ら顔を洗うの水で洗うんじゃなくて真珠で洗う。あ、そうですね。洗うんですけど、はい、その真珠のじゃラじゃラじゃラって言って洗,洗うと、なんか、ね、肌がちょっと輝いたりして、でそれ見て喜んでるとことはあ、すごいと思って。こんな、よく思いついたねって思う <laughs> すごいですよね。そう,そ,うそ,うそうですね、まあ。彼らのストーリーも、まあ、最終的にはあの、とにかくこの、 みんなが集まってる宇宙ステーションあるかもしれないですけど僕らは違うよほといてっていう、うん、まあ彼らは自分失われた惑星を取り戻すというか、うん、そう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 としている人たちそうですねそれも結構な,なんていうんですかねこの最近のそのまあ世界でいうとそのまあヨーロッパだったら ブレキシッー,ーロッパの離脱とか、うん、アメリカだったらアメリカとメキシコの間に壁を作ろうとか、うん、あのそういったこうみんながちょっと分けちゃ分け合ってる感中で、うん、このユートーピアのところがあるでみんな仲良く,く一緒にやってるのは感動するだけどやっぱり僕らはあまりこそんに参加したくないよってこういったこう理由がありますこういったあの なんていう僕らの、えー、文化をちゃんと守るために参加しないっていうところもまあなんとなく理解はできましてそ,、ね、その両方のそのうん。将軍に迫害されてたの将軍があのそ存在を消そうとしてる、ね、まあそうあ,あそうですねはい。将軍の話出たので。<laughs> OK? 悪役と思いました応援オーエン・クライブ・オーインはいクライブ・オーインですねクライブ・オーエン結構好きだなあの「チルドゥン・オブ・メン」日本のタイトルしてるチルドゥン・オブ・メンまあえっ、ー、と彼がす、まあイギリスの私朝をって思っちゃいましたあ,そうあ朝 <laughs> <laughs> まああのまあイギリスの人ですごく顔がかっこいいし、はい、すごくしっかりしてそうな人だけどまあ今回はあメン <Men. S 2> メイ <Men> あの今回はあの、まあのま悪役として出ます。うん。これ。はい。日本のタイトル今調べてくれていますけど。えっ、ー、と、まあ今回、トモローワーああ、そっか。トモローワールド。ああトモローワールドそうっす。もう主人公として出るんです、はい、まああの、今回ね、超悪いやつじゃん。まあ自分がやっちゃったことをバレないように。 あの誰でも殺すこの民族すべて殺す、はい、というやつでその、えーまあ、宇宙ステーションの中でこう隠れてるこうエリアがあると彼がしててかあのわざわざみんなが見つからないようにガードしてるし超ひどいやつだね、うん、しかも、えー、と宇宙人じゃなくて人間、うん その辺どうなんか彼が悪役だったってことは、割と最初から。最初から分かるね。<laughs> いかにも悪役前でしたね最、はい。最初から分かるんだけど、まあこの映画ね、結構一つ結構好きだったのは、そのいろんな宇宙の民族あん中で、でも、ええー、基本的にはみんな仲良くやってるのは、そのあんまりこう、大きいな、えっ、ー、と、宇宙からの まあ、スレッドはあるわけもないし、うん、あの敵は僕らだったっていうかこの単,単なるその、まあ、政治の話だけで終わっちゃうっていうのは、まあ、結構それ好きと思ったすごく大きな世界の中で割と小さなトラブルで解決しなきゃいけない自分たちの内部に問題があるっていう話ですね どんだけこう見た目の怖いエイリアンが一緒にいてても実は彼らが怖いんじゃなくて僕ら人間は怖いぞっていうメッセージちょっと残すそんなに重いメッセージのない映画だと思うんだけど <laughs> 残すならそのぐらいかな <laughs> <laughs> そうですね <laughs> はいあんまりそうなんかメインで政府のメインで働いてる人たちみんな人間ですもんねその辺の仕組みどうなってるのか分からないんですけどねえっと漫画だったら えー、順番順番でやってるらしいですね。ああ人気みたいな u n みたいな。そう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 。い今回そういった話はないけど、まあ、宇宙ステーション自体はそもそも地球のものだったので、まあ、あの地球の,、えー、あの地球のスペースってその70年代のスペーステーションから増えた、うん、から、えーとまあ、人間が中心になっちゃったっていう。 理解はなるほど、まあ、その辺のちょっとバックストーリーとかもちょっと面白いですね <laughs> はいそうですね悪役がででただし、まあ、あんなにこうゴージャスないろんな、えー、ビジュアル面とか見ながら超チープに見えるところもあった気がしたあどういうところですかまず、まあ、その隠しエリアでいうと、うん、ずっと探してるんじゃないですか、うん で実際探して見つけて単なそのなんとかフォースフィールみたいなのがあって、うん、でその裏にあのそのミュールそのパール人間の、まあ、人たちが集まってるところがあるそれはあまりにも普通に白い壁にプロジェクターをかけてうん、うん、ちょっとだけマーブルされた色を出してるだけで,で、ね、なんかどこで撮ったのよね <laughs> 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 本当にこう僕らの,、ね、あの,こ,の,こ,の,こ,のこのスタジオで撮れるような <laughs> とか。<laughs> はい あ,のあとは、えー、とバブルのシーンも、うんまあ、多分リアンナそのメインの出演のところそのスリップクラブみたいなところは多分そこは多分ロケーションかなパリの,、うん、あのどっか、えー、とエンドクレジット見たら「サンキューが入ってたんで、うん、もしかしてあのどこでしたっけ、まあ、ムラン・ルージュみたいなところなんですけど、うんまあ、多分そういうところで撮ったかもしれないですけどあの。 実際、そのクラブの外とかはもう本当にこうワンパネルだけ作ってそれ以外はすべてブルースクリーンであんまりこう,こう豪華に見えないし彼女バブルが死ぬところもただのこうゴミのいっぱい置いてあるところって <laughs> どこで撮ったのかなと思って普通にそこにある鍵室で <laughs> 撮ったっぽいところ、まあね、力入ったところと入ってないところ、はい、あ村,村はあるって感じですあ、ね、あるある 個人的にはあの宇宙ステーションはあの政府のエージェントがいるところの扉とか気になりました。<laughs> そうなの <laughs> 扉がんかわざとかもしんないですけどなんか特撮っぽいなって思って。そう。<laughs> それは気づいてない。<laughs> <laughs> なるほど。あと毎回あの、宇宙ステーションにつきもの,のなんか iPad をすごいく分厚くしたあのコントロールパネルはい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 あれは

うん、見たこともないようなビジュアルが広がっているので、うん、メインの,、はい、あのメインストーリーとかあんま気にしない方がいいですねこの映画はい、はい、<laughs> 絶対メインとかじゃなくてそのいろんな世界観とかその寄り道の方をいっぱいメインで楽しみにしてればいいと思います、うん、私も全く一緒、うん、でさらに本当に続編欲しいああそうですねで今回はまああんまりこう売り上げでいうと あえっと、ブレイキーイヴンはしてないです。そうですね、なので予算回収できてんな、えー。なので,いいであんまり多分まあちょっと考えにくいかもしれないですけど、うん、まあでもルーク・ベソン自身はなんとか言ったっけまあでも多分検討するんじゃないうん。わかんないけどあもうあ何んですか、ね、その売上があれなんですけど実際そのクリティックからの 影響とかその、えー、なんていう反応は本当に分かれてて褒めるところは結構あるんでまあそれに対して何とか続くのかな、まあ、と信じたいなそうですねあと漫画は、ね、これからすべて読んでみたいと思った、はい、すべてっていうかあ<ー>えあのそもそもフランスのものなんですけど英語で出てるものを、まあ、ちょっとみたいな読んでみたいなと思う、うん、いいですね 日本語でも読めるのでそうですね <laughs> 日本語でど,どこまでどこまでなんでしょうねてかこのシリーズってあの230ボリュームぐらいあるんです結構結構ありますけど<ー>フランスでフランスでは120ページじゃあ 2>, で2月発売なのでこれ映画の合わせてですね今年の2月発売まあ120ページでしたら私の読んだやつはえっと1ボリュームで48ページだったのでそんなもんですか だから多分2つ3つくらい合わせてるのか、うん、ちょっと長めのあるかもしれないですね。うんうん、どれですかんていうタイトルですかタイトルは「バレリアン」だけなんですけどそうなんだ。うん、この表紙。ね、ああ、そっか。まあまあもしかして映画に合わせてあのアンバシダー・ザ・シャドウズやってるのかな。そうかもしれないですね。うん、皆さんぜひね、はい、興味持ってたら。 ぜひしし、ね、そして映画を見た方はぜひコメントで感想を教えてくださいそう,そ,うそうですねまあ割と今回ね本当に好き嫌いが多いと思うので皆さんぜひぜひぜひ教えてほしいそうですねはい、はいえー、それでは今週の銀幕にポップコーンはここまでに知る前にですね IGM ジャパンの YouTube チャンネルに ご,ちょご登録お願いします。ぜひ、はい、ぜひぜひぜひあと iTunes 音声版を聞いてる皆さんも iTunes の登録もぜひよろしくお願いしますそれではここまでにしたいと思います、はい、また来週バイバイ <music> 気づいたルー,クペースの話,話しああそうですねそういえば来日してました、ね